ビセンテクタンダは、スペインの画家である。主にトレドで活動し、社会的なテーマの作品も描いた。マドリードで生まれた。父親のビセンテクタンダイ・ハラウタは、マドリード王立植物園の園長を長く務めた、植物学者であった。建築を学び始めたが、海外に展示、王立サン・フェルナンド美術アカデミーで学んだ。はじめ、歴史画家のエドアルド・ロサレスのスタイルの歴史画を描いた。 マドリードの展覧会にマリアのフォルトゥーニといった画家たちと共に出展した。1884年にトレドの労働者共同組合の会話の教師に採用されてトレドに移り、この土地の風景を愛するようになった。フランスで学び、バルビゾン派の画家などの影響を受け帰国後、トレドに定住した画家のリカルド・アレドンド・カルマチェと生涯を通じての友人となり、 アレドンド・ドカル・マチェの影響もあって労働社会級の人々を描くようになった。代表作とされるビスカヤ県のストライキは1892年にスペインの全国展で一等メダルを受賞した。1900年にセゴビアの専門学校の教授に任じられ、1903年から1904年の間はログローニョの工芸学校の校長を務め、 トレドに戻りトレドの高科学校の教授を務めた。後にトレドの王立美術アカデミーの巡回員に選ばれた。ラールストラシオンアルティスティカやブランコ・アイ・ネグロといった雑誌の挿絵も描いた。社会的テーマの絵画ビスカヤ県のストライキセルトリウスの詩。ありがとうございます。